仙台市ガス局は宮城県仙台市及び隣接三市二町において公営ガス事業を行う仙台市の地方公営企業の一つで一般ガス事業者である。同局の2008年度の都市ガス販売量は約2億5200万立方メートル、売上高は約343億円と公営ガス事業では国内最大の規模であり民間事業者を含めた 供給個数あたりでも全国で8番目の規模である。同局は供給する都市ガスを港工場で製造しているが、同工場への原料調達はマレーシアサラワーク州便鶴から液化天然ガスタンカーアマン仙台を用いて太平洋側にある仙台港まで液体で輸入する方法と石油資源開発所有の新潟仙台天然ガスパイプラインを用いて 日本海側にある新型東港から機体で移入する方法を持つ。このように太平洋側と日本海側に原料調達ラインを複数化していたため東日本大震災の際には迅速な復旧が実現した。仙台市ガス局という市の一地方公営企業ながら単独でテレビ CM を出港する場合がある。また宮城テレビの名探偵、コナン内で放映される。 日本ガス協会の CM も仙台市ガス局を中心とした宮城県都市ガス協会の CM である。かつて宮城県中央部では仙台ガス株式会社という民間企業がガス事業を行っていたが第二次世界大戦中の1941年に陸軍からの兵器工場へのガス供給の要請を受けた仙台市が買収交友化した鉄道国有法や 海正陸運動制令に基づく戦時買収施設のように全国規模で強制的に実施された命令ではなかったことから現在も全国各地で一貫して株式会社形態を取る事業者が大半を占め宮城県内でも仙台市と気仙沼市以外では同様の形態である仙台市ガス局は公営企業である数少ないガス事業者であり政令指定都市でも このような形態を取るのは仙台市のみである。なお、県庁所在地で他にガス局を設けている都市としては、松江市が運営する松江市ガス局が該当する。1945年7月10日の仙台空襲は、仙台市中心部を焼き払い、ガス事業にも壊滅的な損害を与えた。事務所、工場など8棟が全焼し、機械設備も多く損傷し、 市外の配管も被害を受けた。仙台市はガス供給が停止した状態で配線を迎えた。応急工事は8月に始まり、10月10日に焼け残りの約1500個に供給を再開した。需要家の数は空襲前の半分以下である。戦後のガス供給のネックになったのは原料となる石炭の不足で、時間制限や休日休止といった制限をかけての 供給だった。24時間供給が可能になったのは1950年12月30日からになった。設備の完備、需要個数などについても戦前水準に回復したのはこの頃である。仙台市は1952年施行の地方公営企業法を受けて水道ガス事業局を発足させ仙台市営の公営企業とした。1 9 5四年に 国がガス事業法を施行すると、翌1955年に仙台市はこれに合わせて仙台市ガス局、翌1956年3月に水道とガスを分離して仙台市ガス局を設置した。仙台市は第三セクター方式で受け皿会社を設立した上で事業と職員を移管して市ガス局を廃止した後、市の出資、 出向比率を徐々に引き下げる方法での民営化を検討していた。上渡先として設立される企業には当初、東京ガス、東北電力、石油資源開発を中核とするグループが出資に名乗りを上げていたが、折からの景気悪化に加え、拒否権付種類株式の取り扱いをはじめ、その後条件交渉は難航し、事業継承者の公募からいずれの事業者も辞退したため、 2010年の民営化実施は困難な情勢となっていた。2015年2月の定例市議会において伊藤隆史官副市長が4月局の民営化について具体的検討を深める時期に来ていると述べ、同年4月には4月局内に事業改革調整室を設置した。その後4月局は2016年3月までに民営化の可否について決するとしていたが、 2016年2月、事業環境を見通せない状況が続いているとして、民営化についての判断は16年度以降にずれ込むと奥山恵美子市長が定例記者会見で説明した。その一方で、ガス局は全面自由化による他社との競合激化に備え、財務体質を改善して経営の安定を図るため、急行工場の土地など、 未利用地の売却を進める方針と報じられている。2019年2月14日開催の市議会2月定例会で、郡和子市長ができるだけ早い時期に民営化を実施することが望ましいと考え、新年度は公募再開に向けた具体の検討を進めると述べ、6月市議会では有識者用夏までに立ち上げ、19年度内に民営化計画を策定する方針を示した。 これを受け、同7月22日に、市は設置した仙台市ガス事業民営化推進委員会の初会合を仙台市役所で開催した。同会はエネルギー専門家ら6人で構成し、委員長には、吉川武雄東京理科大学大学院、経営学研究科教授を選出。次回以降、開催する推進委で事業継承者の選定方法などの検討を、 本格的に始める。仙台市の地方公営企業であるが、上記の通り、仙台市以外にも供給エリアがある。すなわち、仙台都市圏の DID 地区へ、主に供給しており、DID 以外の蒸気自治体の居住区については簡易ガス事業による供給も行っている。供給個数は約36万個で、約80の事業者と大口契約を結んでいる。 2010年にセントラル自動車が大平村にパナソニック EV エナジーが大和町に進出するのを受け2009年12月18日に両町村の3工業団地に天然ガスパイプラインを延長、開通した。なお、ガス局が保有する2007年度末のパイプライン、総延長距離は約 4100km であり、東北電力からガスの供給を受けている。 2006年8月、宮城県を中心に活動するパーソナリティー、本間明彦をイメージキャラクターに起用。2018年からキービジュアルとして、このおじょいがある、つどいちゃんも使用している。過去。ありがとうございます。